岐阜市は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、スロバキア共和国、カナダ、コートジボワール共和国の3カ国を相手国としたホストタウンに登録されています。ホストタウンとは、大会に参加する国や地域の方々と交流することで地域の活性化などを目指す取り組みです。岐阜市ではホストタウン相手国の選手たちが岐阜市で事前合宿を行う際の受け入れや市民交流を行っています。また市内の小中学校11校をホストタウン相手国応援校に選定し、相手国の選手たちとの交流を進めています。他にもみんなの森岐阜メディアコスモスにおいてホストタウンデー、ホストタウンウィーク等のイベントを開催し、ホストタウン相手国の大使館関係者やオリンピック・パラリンピック出場経験のある選手による講演、パネル展示などを行い、市民の皆さんにホストタウンについて知っていただく取り組みを進めています。ぜひ皆さんもホストタウン相手国について知っていただいて、オリンピック・パラリンピックを盛り上げていきましょう。